Bonjour。 今日は久々にマジック、ボンシュールの大好きなマジックをご紹介したいと思うんですけども、こちらに、まあ、10円玉がいっぱいあるんですけども、まずは1枚使います。で、このマジックのやり方もお伝えしますが、結構難しいです。難しいので、やりたいなと思った人はどん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 練習して確実に成功できるまで頑張ってみてください。じゃあどういうマジックかと言いますと、はい、10円玉をまず手のひらに置きます。こっち何も持ってません、持てません。ここなんか見えてますけど、これはすいません、10円玉なしに、やけどの跡なのでね、置きなさらずに。はい、で10円玉ここに置いてます。この10円玉を握ります。握った状態で手のひらを、もう一個の手のひらを上に重ねます。この状態でシュッするとなくなってます。なくなってるけども、落ちてるんではなくて、この上に移動しています。はい、というマジックなんですけども、理屈から言うと、この横から振った瞬間に出してます。出してこっちに来てます。スローで映るかな、映ったらいいんやけど、ちょっと一回スローにまた編集でしてみようと思うので、映ってなかったらすいません。この状態でいきますよ。こういう状態で、ここからじゃあこの手、この手なしでやってみますね。この状態で、でだから結局手のひらがあるから、そこに押さえてこうしてるだけで、今さっきと同じ理屈です。ここからこう出した、こうしてる、こういうこと、こういうことです。どうでしたか、10円を使ったマジック。これはね、難しいと思いますけど、できるとおおすごい、どうしたのこれ、どうやってやるのってなるので、ぜひ頑張って練習してチャレンジしてみてください。あっと驚かせることができますよ。そして、他にも10円玉を使った、まあ、簡単なマジックもあるんですけども、それはまた後日皆さんにお伝えできればなと思います。それではまた。